今日リハーサルやるときからずっとなんか噂的な話があって、なんかあの基本がなんか泣くか泣かないか1000円かけるとか500円かけるっていう人にくっすみたいなさ、あまあいいけどなんか今日は泣かないですよ。なんかなぜかどう新しいスタートじゃないですか。そうですよね。なんか本当になんか嘘じゃなくて、何日前からずっと頭の中で今日ライブするときに何を言えばいいかな、本当にめちゃくちゃ悩んでたんですよ。でも今日このステージの上で見た皆さんのこの一人様の姿を身をも上手くなったでしょ。ちゃんと目に入れといて覚えといて、死ぬまで日本語クソだね。死ぬまでなんか忘れないようにします。なんか本当に皆さん本当にありがとうございます。本当にもうやめて、もうやめて、もうやめて、これじゃないよ、テキラだよ今日。本当にテキラじゃない、京都からもう本当に遠い足を運んでくれたイチロップとか、別になんか別にまあいいけど、なんか言ってくれたバンドもいるかもしれないけどね。最後だもん。で特に何か韓国からもともとめちゃくちゃ有名になって、一緒になんかでかいステージに一緒になんか行こうっていう約束してた後輩のバンドがいたんですよ。でそのバンド、その後輩たちにはなんか僕らがロールモデルみたいな感じだったんですよね。で、まあ、仕方なくここでなんか現実に旅をしてなんか卒業するのは仕方ないんですけども、その子がめちゃくちゃかっこよくて、いやだったら兄さんの最後のライブに行きたいって言って、もう実費でキャラあんまり俺はあげないけど、それで切ってくれて本当に嬉しいし、まあ一郎君、そして皆さん知ってますか、カイズが日本に初めて来た時に一緒にライブしてくれた人がバンドがアジタトなんですよ。唯一知ってるかもしれないけど、イメージ君もその時に言いました。はい、でそしていろいろなんかうちに遊びに来ていたゆひちゃんとかね、ですね、辛いラーメン食わさせてさ、はいですね、本当に今日のバンドのラインナップはもう本物ガイズの仲間たちです。なので、まあ、僕は抜けるんですけども、ガイズ僕も応援するんで、皆さんもぜひ応援してください。本当に本当にお願いします。あ、そしてもう一個めんどくさいでしょ、韓国の言葉ではアンニョンって言うんですよ。アンニョン、それは離れる時のなんかバイバイする時にもアンニョンにもなるんですけども、また会える時にもアンニョンにもなるんですよ。だから僕をもしかして道の上で出会った時とかも、交番とかでなんか酔っ払ってなんか捕まった時とかも、なんかアンニョンって言ってくれたら本当に嬉しいと思います。それでそのリオに初めて来てた時の曲を今日最後にやって、みんなで乾杯したり飲んだりイチャイチャしたり、それはダメ。それで今日終わらせたいと思います。ごめんなさい、本当になんか本当に酔っ払ったんですけども、多分16年が本当にあっという間でしたし、なんかなかなか泣いちゃダメ。いやお前らお金かけてるでしょ。俺5000円かけたから、頑張って。5000円かけた、5000円だって16年だし、なんかじゃあ俺も仲間にかけたり、20歳からやゆの部屋に一緒に住んでて、でそれでなんか僕は俺は日本に行きたくなかったんですよ。やゆがかこつけて俺を信じるんだったら一緒に行こうって、それで嫁ができて子供ができて、
幸せです。それでいいじゃん。俺ヤユが泣く方にもかけてたからさ。じゃあお前の勝ちだね。ヤユが夜中に俺にメール送って、だからいきなり結構ちょっと寂しいね。でもその時本当に心重くて、いやだってさ16年だよ。16年。こういうふざけた怪図を日本に運んでくれた曲を最後に歌いたいと思います。彼の新しいステージ、そしてちなみにジュニアあの本人と一緒に、俺喋ったんやんバカ野郎。もうずっと一緒で中学呼びながら話そう。俺喋ってるやん。もういいですよ。ありがとうございました。Make it right away.